脇芽の先からまた幽水、雄花の方が出てきているんですけど、これなんかね、剥いたら、ここトウモロコシできてるんやけど、これどういうこと？おねえ。ニューハーフの登場です。雄花の真横に雌花があったんじゃない？どういうことなんだろうな。なんか他でもなんかちょこっとあったな。何なんでしょう？何なんですか？わかりませんけど。こういう風になりましたよ。はい、これももう切っておこうと思います。はい、それ食べてみて。これをそう、じゃあ私食べるわ。あ、トウモロコシだ。甘い。マジで本当に甘い。めちゃめちゃ甘い。んほら、はい、甘い、すごく甘い。めちゃめちゃ甘いけど、これこれが主、これが脇、脇、うん、脇の先の幽水の付け根にトウモロコシができていると不思議ですね。ほらここもあるね。脇芽のやつってこうなりがちなのかな、うん、切ってしまう。うんうん、はい。相変わらず人工授粉大好きですよ。はい、やってください。でもほとんど茶色くなってきた。そうやね、ちょっと見ましょう。はい、こんな感じでだんだん、剣歯と呼ばれるヒゲが茶色くなってきました。まだまだですね、もう少し置きます。6月10日過ぎとなりました。人工授粉してから4週間近く経ちましたね。あ、もうそんな経ったか。うん、まあ動画にした日より少し数日早くにもう幽水をね、雄花の方をフリフリして、うん、始めてたので、そこから数えると約4週間経ちました。一応3週間以上経てば収穫ということなので、今日は天気もいいので収穫してみようと思います。はい、はい、で雄花の方の幽水の根元にコーンができてたやんか、はい、うん、あれを後から調べたんですけど、あれはタッセルシードという現象だそうで、タッセルっていうのがトウモロコシの雄花の方の幽水のことで、シードっていうのが種、っていうことで、まあ、幽水種子と言われるものだそうで、普通の主軸の一番てっぺんにできるやつにはなってなくって、分裂した脇芽からの先の幽水の付け根にトウモロコシの実ができてたんですけど、はいはい、やっぱり分裂したやつにできやすいそうで、なんか普通は寒いところ、北海道とかそういう寒いところに時々起きる現象みたいなので、まあ、こんな四国ではちょっと珍しいっていうことなんですけど、寒さだけではないみたいなんですけど、まあ、いろんな原因が複合してああいうことが起きたようです。でタッセルシードのあの実はやっぱり糖度が高くて甘いので、実際食べたらすっごい甘かったやん、うん、はい、ですっごく甘いので鳥がよくつつきに来るので、まあ、見かけたらそういうのは早めに切り取った方がいいと書いてありました。あ、そうなん、もう実際かじったらめちゃくちゃ甘かったんですけど。そうやね、うん、はい、じゃあいよいよ本間もんのトウモロコシの収穫に参りましょう。はい、もうこの剣歯ヒゲですよね、ヒゲが最初はネチャネチャして柔らかかったのが、うん、そうそう、受精するとこういうふうに茶色くなって、もう白髪染め終了となると収穫時期っていう感じね。枯れてきた、枯れたような、うん、そうそうそう、そういう硬さ、うん、そうなってくるといいそうです、うん、まあ大体日数的には 3,4 週間ということだそうで、これとかこれとかっていうかもうほぼ全部ね、もうほぼいけるんじゃないかな。あ、これは若いね。これはあ、これそうそう、これ途中でさ植え替えたやつあったやん、はい、あれなんよ、分裂した脇芽は出てなくて、はい、小さいままなんですけど、もう一応実ができてきて、そういえば他に比べて小さい、ね、うん、小さい小さい。でやっぱりこの実も小さくて、後から出てきたんでヒゲもまだ白いんですけど、ね、まあ、一応ここまで成長しました、うん、この子もね、これぐらい、うん、はい。で、ずっとこっち側が北側でして、南側と大して変わりなく北の端まで、うん、大きくなってますね。大きくなって、うん、はい、大きくなっています。反対側も、はい、これが北側の端っこですけど、これも結構大きくって、うん、これね、うん、それも大きいよね。
もうこの下のやつまで大きい、うん、大きくなってるね。あ、これ2番目もね、うん、これいけるわ、うんうん、はい、はい、というわけで、収穫しましょう、はい、で、私たちは今回泡の名画対策ということで、泡の名画が流行りが来る前に収穫しようと思って3月の2日に、まあ、結局もっと早く2月の中旬にやろうかと思ったら、ああ、芽が出なくて品種をまた袋買い替えてとか、まあ、ごたごたあったんですけど、はいはいはい、最初ね、うん、最初はそういうのあったんですけど、うん、3月2日に種まきをしました。で、定食していよいよ収穫ということになります。そうやな、3ヶ月ちょっと経ったね。楽しみやけどちょっと怖さも怖いよね。それで実際に泡の名画がいないかどうか、うん、もう、 そうよね、あの前もって、見ておくとかそういうようなことはもう一切していません。そうやね、あからさまに飛んでる様子は見てないけど、ね、ちょっとね見てないし、まあ穴も開いた感じはこう食われてるとかそういうのは見かけないんですけど、まあ、ないね、これだけはわからないんで、うん、もう吉と出るか凶と出るか、そうやね、あの家庭菜園の野菜の中では一番の、まあ、おみくじ野菜というか、そうですね、もう開けてみるまでわかりませんけど、もうガチ検証しましょう。もう本当に見てないんで、もう初めて剥いてみます。で、虫がいたらもう、あ、いたって言って笑ってください。で、うまくいってたら拍手してください。はい、はい、じゃあ収穫します。はい、はい、じゃあ南の端から行こうか。やっぱりそう、ね、一番成長が良かったやつから、まあ、とりあえず1本目行ってみます。はいはい、行きます。よいしょ、こわ、よいしょ、はい、来ました。どうなんでしょうか。まあ見かけはなんともなさそうやけど、じゃあ行ってみますね。はい、さあどうでしょうか。よいしょ、見えた。よいしょ、行くで。いや、まだ見えへんわ、こっち。行くで、うん、行くで。はい、おお、これは綺麗やね。虫、あ、虫おらへんわ、ね、虫おらんよ。すごい完璧じゃない。これはもう稀に見る完璧にできたね。これは本当にうまいこといきました。粒がパンパンに張っててうまそうやで。ねえ、一応全部受粉もしてるし、綺麗に粒がこうねじれたりすることなくまっすぐ、はいはい、これは大成功です。これ無事でした。はい、どうしようか、5本ぐらい取ってみる。そうやね、ね、あ、次行こう、次行きましょう。はい、はい、はい、じゃあ2本目はマロウさん行きます。そうやな、どれ行きますか。どれがいい。どれ、まあ、どれも似とるけどね。いけそうやけど、真ん中あたり行く。これどう。ああ、それ行く、うん、はいはい、じゃあ真ん中あたり行ってみましょう。それも結構、うん、チリチリになってるね。これ大丈夫でしょ。それもまあ大きそうやね、うん、じゃあこれちょっと取ってみる。はい、じゃあ行ってください。はい、行、はい、け、よいしょ、はいはい、はい、どうでしょうか、こわや。3、2、1、どうぞ。はい、綺麗です。あ、無事や、無事や。これ綺麗です。あ、それも綺麗やね。先まで綺麗やん。見える、見える、見える。すごい綺麗。おー、すごいすごい。あ、これはうまいこと言ったわ。うんうんうん、これちょうどあの先のがマロさんが取ったやつが端っこで、うん、これが真ん中ぐらいね。これ真ん中ぐらいです、うん、はいはい、もういいよ、そんなにねじって切らなくても。はい、はい、どうでしょう。あ、もう完璧です。あ、綺麗にできた、うん、すごい。あ、これは綺麗よ。綺麗やね、うん、はい、じゃあちょっと皮戻しといてさ。そうか、戻す。ちょっと電子レンジ蒸したりするのにちょっとそれ皮いるから。ちょっと取りすぎて、料理がし、料理しない人がするとこうなりますよ、はいはい、皆さんご注意。いや、できました、はい、隠したらいっぱい落ちてるけど。はい、じゃあ続いて北の端行ってみる。北の端、うん、あ、そうね、マロさんもう一回取ったら、一番最初マロさんが取ったやつの反対側ですね、うん、そうだね、対角線上ね。さっきが東南の角 で今度は北西の角。はい、これを、うん、よいしょ、はい、はい、どうでしょうか。はいはい、もう完全にガチでやってますんで。
虫が出てきたら虫が出たと言います。ちょっとガチなんでこれお手間取らしますけど、ね、時間かかりますけど。どうでしょうか。はい、見ますか。はい、どうですか。はい、これも綺麗。あ、これ綺麗。あ、これも太。なんか先の方まで太くない、それ。あ、これあれやね、こう先細りというよりは太い、ね、太いね。ね、ねえ、これが裏側ですけど、すごい。フィリピンバナナと台湾バナナの裏側も綺麗。あ、綺麗綺麗。うん、はい、それも、これも大丈夫です。はい、さっき東側撮ったんで、今度、西側の真ん中あたりを撮ってみます。そうですね。はい、いきます。はい、よいしょ。あ、これ何、なんかこんなことになってるよ。あ、これやばい。あ、これアブラムシやわ。ここの部分はちょっとニームがかかってなかったよね。下であれやな、重なってたね。やばいかもしれんよ。あ、やばいかもしれんよ。これあれやな、初めてそういうの出るかもしれない。さあ、何でもガチでお届けしておりますよ。はい、はい、さあどうでしょう。よいしょ、いくで。はいはい、はい、あ、綺麗よ。中は綺麗、ね、これはさっきみたいに綺麗にはなってないけど、ね、あの、まっすぐじゃないわ、ちょっとねじれてるわ、これはね。あれ、なんでこんなねじれとんやん。ね、ねじれてるけど、まあ一応は虫は大丈夫です、はい、ね。泡のメーガーは大丈夫。泡のメーガーは全然来てないね、うん、一番下のところになんかあの油虫が、これニームがかからないところだったよね。アブラムシとか、うん、あれはカメムシ。カメムシとかは全然いない。関係ないんか、うん、今年はカメムシ、前の時はカメムシめっちゃ来たけど、ね、さっきねアリがいたから。うん、そうやね、やっぱアリおったからね。アブラムシだね。ニームが、どうしても重なっててかかりきってなかった。こんなあの葉っぱの付け根の内側だったから、ここはかかりにくかったよね。こういうとこにいましたね、この内側ね。この内側にアブラムシがちょっといました。なかなかかけにくいね、うん、さっきまではいなかったけどね、これだけいたね。はい、まあでも中は全然大丈夫。中はだ全然大丈夫、すごい、はい、あの粒がまっすぐではなかったけど、さっきみたいなやつではないけど、これはこれでなんか面白いけど、ね、家庭菜園らしいけどね、こうグーってひねってる、ね、うん、まあでも、はい、マロさんがめっちゃフリフリして人工授粉したおかげで、はいはい、あの歯抜けにはなってないわ。あ、本当やな。うまいことそう。俺のおかげ。いやいや、受粉はできとんね。そうですね、はい。はい。俺のおかげですね。はい。はい。はい、じゃあ最後に2番目、はい、一番上じゃなくて上から2番目もちょっと撮ってみようかなと思います。ああ、なるほどな。どれでもいいけど、これとかいく？ちょっと待って、ね。この辺。ちょっと待ってよ。うん。だいぶ下の方ね。これ、うん。あ、いいんじゃない。これ行ってみようか。一応もう。もう適当に、うん、他でもいいけど。ヒゲ見たら全然大丈夫。うん、大丈夫そうやけど、うん、ちょっとまあ2番目だとどのぐらいになってるかをちょっと見てみます。そうやね。よいしょ。はい。はい。あ、これはアブラムシ。どうですか。いない。こっちでちょっと広い方で。うん、これはアブラムシいないで、さっきの1個だけやね。なんかいたの。そうやね。うん。まあそういうのもあるでしょ。はい、大きさはもう一つか、これからちょっと小ぶりやね。もうちょっとここの長さが短い。あ、本店。さっき後で比較するね。はい、よいしょ。はい、あ、大丈夫。これまっすぐやわ。ああ、あれやね、中は綺麗にできとるね。中綺麗やね。あ、わ、なんかこんな綺麗にできると思ってなかった。ほんまやね。いやいや、そんなことないか。ここ先がもうあと少しっていう感じだけど、だけど日当たりとかもあるかもしれない、うん、粒はまっすぐ綺麗に、虫は全然、うん、泡の銘柄は全くいないです。泡の銘柄はないね。左側が最初取ったやつね。そう、一番上のてっぺんで、あ、まあ、だから一番かみたいなもんね、うん、こんな感じになってたっていうことね、はいはいはい、1番2番っていう感じで、はいはいはい、なってました。こうやって見ると大きさが違うね、うん、大きさはこのくらい違います。長さも太さもちょっと違うね。そうやな、まあ、でも家庭菜園だったらこういうのもね、数取れると嬉しいよね、はいはい、だからわざわざこういうのをのけなくても、まあ、冷蔵庫とかはこっちの方が場所取らんでいいかもしれない。お子さんサイズで喜ばれるかもしれない、うん、そうですね。はい、こんな感じとなりました、はい、というわけで3月の初めに種まきして泡の銘柄対策しましたけど、無事勝ちました。できたね。勝ちました。お、いや、よかった。
それで一つ収穫する技というか糖度が落ちない収穫方法っていうのがあって、3年前に東京都の農林総合研究センターだったかなっていうところがそういうやり方っていうのを農業新聞に発表してたんですけど、普通トウモロコシって朝取ったらもう夕方には糖度が落ちるんで朝取りのやつをすぐ食べましょうっていうような感じでもう売ってたりするんですけど、この茎をつけて収穫すると夕方まで糖度が持つんだそうです。ちょっとやってみましょうか。ここでまあ切りますよね。でまあ3節ぐらいとかで書いてあったけど、よいしょ、まあこんな感じ、これ葉っぱまあ邪魔やからのけるけど、こういう状態、まあ1、2、3節みたいな感じなんですけど、まあ節数そんなに関係ないかもしれないけど、まあ茎付きのまま収穫しておくと、夕方まで糖度が下がりにくい保存か、下がりにくいそうです。食べるまでそんなな、すぐいっぱい食えへんから、なんで人にあげる時、とかだったら、お子さんとかお孫さんとか、まあ、翌日ぐらいでも大丈夫っていう、親戚の子にあげる時も模具体験もできるじゃない、だからこうやってお子さんとか親戚の子供とかにあげたら喜ばれるかもしれないし、美味しいまま渡すことができるそうなので、こうやって収穫するのがすごくおすすめだそうです。全然知らんかった。そうよね東京 の研究センターが発表なさいました、日本農業新聞に3年前に載っておりました。ちゃんと数値的にも証明されてなんかそう見た、ということなので、まあこれもカッコもいいし、じゃないですか、まあ喜ぶわ、まあこういう感じで差し上げるのもいいかなと思います、はい、俺もじゃあやってみる、ここら辺でいいんかな、そうだね、下の一節と、はい、で 1、2、3、 このちょっとちっちゃかったね、ほんまやね、まあ別にいいや、でここら辺で切ればいいという、この辺ね、そうやね、はい、切ってください。そんな感じで、まあ、葉っぱ邪魔やけん1枚のけていただいて、その大きい葉っぱも邪魔やからむき上げた方がいいかもね、はい、できました。こんな感じでね、取れれば喜ばれるんじゃないでしょうか。糖度が落ちにくいそうです。はい、綺麗にできましたよ。もう分かりましたよ、分かりました、はい、分かりましたこれ、最初に1本目に取ったやつですけど、脇芽のトウモロコシ、これを収穫してなかったんで、これ完全に脇芽、ね、取ってみましょう、じゃあ、これ取るね、はい、分結して、出てきた脇芽から、育ったトウモロコシです。はい、中を見てみましょう、やっぱまだ若いな、まだ若い、あ、ほんまやな、綺麗にできてるけど、先までまだ先が、まだでききってないっていう感じだったよね。まだヒゲもね、若かったね、まだ先だけやな、そうやね、この辺は若い、まだ若くて、やっぱりトウモロコシの一粒一粒からめしべが出てるっていうのがよくわかりますね、はい、こんな感じでした、まあ一応ね、見たいと思うので一応開けてみました、はい、この2番目のやつはもうこれすごい立派やね。これももうついでにもこの株いく？えい。うわ、それはでかいな。これが上から2番目のね、実ですね。これもすごく綺麗に。虫はもう本当、泡の銘柄は一匹もいないですね。虫はほら。完璧に、泡の銘柄は勝ちました。全然大丈夫です。もう先までこれはできてます。あ、できてるね。本当やね。まあそういう感じで、2番目も綺麗だし、脇もだいぶできてたっていう感じですね、はい、ツイッターで見たトウモロコシの茹で方、蒸し方をやってみます。皮付きのまま下をなんかぐさっと切りまして、ラップをせずにこれで、600ワットで5分間チンするだけだそうです。はい、できました。よ、
はい、チンできました。これでなんかずるっといけるらしいんでどうでしょうか。熱いね、ちょっと待ってよ。熱っ。はい、いいよ。おう、ああ取れたわ。そんな簡単に取れるの。簡単にずるんと取れるんやね。ほんとだ、ずるっと取れるわ。それ電子レンジ。電子レンジで。うーん、で、今できました。今までこんなのあれやったな。知ってたらめっちゃ楽やったな。ほんまやな。これで、美味しそうに見えるね。熱、これ熱いわ。どれ熱。何それ。人一倍暑さに弱いマロンさん。はい、チンしたてやもんな。チンしたて、いい香りがするね。はい、じゃあこれを食べます。はい、はい、こっちが生でこっちが今電子レンジでチンしました。じゃあ生のまままずは食べてください。私もさっき食べましたけど甘い。めっちゃ甘いよね、うん、これ生のまま。うわ、甘い。めちゃくちゃ甘い。トウモロコシ、今まで食ったトウモロコシの中でも甘いわ。一番甘いわ。さっきね、糖度を測ったら、境界線がはっきりしないからちょっともう撮影しにくかったんやけど、うん、20度以上ありましたね。なんかもうびっくりするぐらい甘い。でも、それぐらいって言われてね、ほんとフルーツって感じやね。20って言われれば20。そうやね。甘いよ、それぐらい。はい、じゃあ茹でた方を食べてください。はい。うまい。甘いんだけど、うん、甘いっていうのとかよりも、うんうん、うまいって感じ。うまいっていう感じ。あ、ちょっと私もちょうだい。あ、ほんま。あ、これうま。めっちゃ美味しいやん。甘いし。うまいよ。うまいな。うまいうまい。あ、これはすごい。これは。これめっちゃうまい。これ今まで売ってたん買うて食べたやつ一番美味しい。一番うまい。一番うまいわ。この品種おすすめです。ミラクルゴールドやったかな。これ本当美味しいです、うん、ね。なんか生の方が甘い、甘いって感じがする。 生の方が甘いっていう感じがする。甘いって感じがするね。これはもう本当にもう うまいって感じだけど、こっちはもう完全に甘いっていう、うん、甘さがこう勝ってるけどね。ああ、これはもうおすすめの品種です。これ本当にあの種袋に偽りなしでしたね、うんうん、これは本当に美味しいトウモロコシです。じゃあこれからトウモロコシご飯とかもして、うん、食べます。はい、トウモロコシは生のまま冷凍保存できます。今回やったように下の方に包丁で切り込みを入れてラップで包んでジップロックのような袋に入れて冷凍保存しています。かじって食べるときは凍ったトウモロコシをラップのまま電子レンジで600ワットだと7分、800ワットの場合は5分チンします。トウモロコシ料理に使う場合はどちらのワット数も1分程度チンしてから使えばいいようです。はい、今回はこのくらい取りました。同じ菓子農園の方にもお裾分けして、でまた親戚の子供たちにもお裾分けしようかなと思っています。嬉しくてあげてしまいました。ほんまやね、まあ喜んでくださいました。おしゅりでしたか。おしゅりです。はい、でトウモロコシは3月の初めに今回は種まきしましたけれども、なんとか阿波の名画に勝つことができました。いけたね。いけましたね。よかった。春先のね、穴開きのビニールトンネルしてましたけど、穴が開いててもやっぱり油断大敵なので、前々回かなの動画を見ていただいたら分かると思いますけど、温度管理だけはねしっかり、注意して、ね、で最高気温が、まあ、13度以上の、うん、晴れの日はもう必ずビニールトンネル裾を開けて、開けたり閉めたりになりますけど、そうやっておけばなんとかうまくいくようです、はい、あとは大したことはしていません。はい、まあそこだけね、うん、気をつけてもらって。そうですね、またトウモロコシ栽培頑張ろうと思います。はい、頑張りましょう。はい、一緒に皆さん頑張りましょう。そうですね。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コミュニティ欄も見てね。グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。